い、すごい、やばーすごい、おめでとうございます、すごい、おわあ、やばい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 、ポケットモンスターなんだっけ、すいません、あれゴージャストーンじゃないですか、ゴージャストーン、ねえ、そんなことあります、待ってたのにポケットポケットってなりました、公式番組かもしれない確かに公式番組だった、はい、和みました、はい、ゴージャス名付けたポケットモンスターキンギー、これこれなごみジョークが入りましたね。オープニングやっぱポカンポカンなんですよ。ポカンポカンじゃないんですよ。何ヶ月何ヶ月もう、そう結構やってますよ。結構あいた、あいたでしょでも。ああまあまあまあ、まあ、2週ぐらいあいたでしょ。うん、でも初代から合わせればね、もう半年ぐらいやってるんじゃないですか。いやそれはそのてんてんとてんてんてってけど、これ毎日やってたらば ね全然いけるけどね。すごいド忘れでしたね。いやド忘れじゃないのいやド忘れとかない、もう頭切ってくれ、はい、あれあそこ、ダメだあそこ、使っちゃダメだ、いいとこだったのに使いましたって言ってすいません使いました使いました、いやーそんな感じで、はい、山田まー、はい、お願いします、うん、入ったぞ、ちょっとまた2週間空きましたね、空きましたね、だいたいいつもね収録のスケジュール的にそれぐらい空いちゃうんですけど、どうですか覚えてますか、おーでも俺はもうスイ君だけを追い求めて、あーそっか、そして僕があの前回山田版に言われたのは、はいはい、前回ちょっと動画見返したんですけども、うん、直輔さんがずっと2時間2時間ずっとずっとただ僕も買ってるだけで、うん、かわいそうでしたって言われて何事をするわけでもなく見どころがないまんま思うのが一番ちょっと悲しいんで、ね、ちょっと今回で捕まえますわ、僕の、僕の、僕だけの画面がね、はい、3話4話分ぐらい、何もなかったことにただずっとはい、ということでゲーム画面いきましょう、こちらです、ドゥン、大変なことになった、大変なことになった、戦った跡が見えます ね穴抜けの、あスプレー使用してるのかな、穴抜けのやつ、さ あ, あれアイテム取らなくてよかったんですか、目の前取れなかった、あ取れなかったですね、うん、いらん、取れないアイテムはいらんなるほど、取れる相手だけ、笑ってくれるやつだけおいいんですかそれ、甘やかされちゃってますよ、いいんですか、いいんですか笑わないやつとか興味ない俺に興味ないやつは興味ないぞ人に興味ないんだな俺に興味あるやついないみたいなこと。さりげなくディスってたっすね、すごいわ、そういうことか、違うんですけどまあね、いやちょっと三件ヒント欲しいですね、あ三件ヒントはい、あの、うん、草むらなんていうんですか、場所移動するじゃないですか、はい、でこの何番道路の中にいるからいろんな草むらに入っていかないといけないとかってあるんですかね、その辺は多分同じ草むらでも全然大丈夫だと思います。ああなるほど。出るか出ないかっていうとか。検証のために一応この土日に、はい、あの3件捕まえたんですけど、全然同じところをぐるぐるしてても出てきました。うん、おーじゃあすごい有益な情報です。で自転車も乗っても大丈夫です。おお。全然あの自転車乗って移動するっていうネット情報あったんで、はい、ちょっと信じてたんですけど、うんうん、あの検証した感じ自転車乗ったり降りたりしても、うん、あのマップからその分布が移動することなかったんで、すごい多分、検証してんの？あの俺が検証した感じでは大丈夫です、なるほど、もしかしたらそのバーチャルコンソール版とかで、はい、その自転車乗ったカールとかがあったのかもしれないんですけど、ちょっとその辺はへえ、はい、分かんないんですけど、今お二人がやられてるバージョンでは大丈夫ですね。わかりました。はい。ちょっと乗りながら。あ、出会った。あ、これは虫除けスプレー。うわ、来た！すごい！ゴージャスさん！え、そんな奇跡ある？すごい！すごい！やばーさん！おめでとうございます。すごい！こっからも分布で探せる。すごい！すごい！いやまだ。始まってる3分まだわかんない、まだわかんない、見どころがもう出ちゃ
ったよ。すげえ。やっつけちゃうかもしれないしね。エンテ、エンテ、すげえ。びっくりした。ヒじゃないですか。私ヒいない。おびっくりした。今虫除けスプレー使ってるのに出たのあんまりなかったから。いやいやいや、やってるかどうかまだまだゲットしてからですよ、やっぱね。やばい、うん、いやこれはすごいぞ。もう投げちゃうか、マスターボール。いいの。でも、おさらいすると、うん、3件捕まえれば温泉旅行ですもんね。ありましたね。確かに。俺それを言ったっけ。言ってます、動画の証拠に残ってます。あ、言ってましたね。3件捕まえれば温泉旅行をプレゼントしてくれるっていう。うわ。でもな、これすごい。たいな。よく言いましたね、今。よく言いましたね。ここに。ほんまに多分偶然っすよ。うん。あ、なんか山田もやったんじゃないですか。いや、やってないです、やってないです。やってたらすごいですか。やってたらもうプログラミングしますよ。ほんまにすごいっすよ。なんか、撮れ高撮るためにこれやったんじゃないですか。すごいな。いや、出た。リセットとかすると、うん、リセットっていうか、あの電源切ったりすると、あの分布が移動するんですよ。うん、この3件って。あ、もうそれでも。なので、あの多分、選択してここに出すっていうのがなかなか難しいので、本当に単純に運が良かったっていう。すごい。いや、もう投げちゃおうかな、やっぱり。まあ、1匹を捕まえるっていう目標だけなら使っちゃってもいいかもしれないですけど。そうですよね。ただ3件をもし捕まえるのであれば、はい、エンテイにマスターボールを使うのはもったいないかなっていうのは、山田マンからの一つのアドバイスぐらいの感じで、はい、全然もうこの辺は直輔さん次第で、3件の中なら俺はエンティには使わないかなっていうのだけ。へえ、そっか。でも全然もうこれは自由に好きに使ってください。まあやっぱじゃあ電流を先頭にしたのはやっぱり麻痺させようっていうのがあったんで、あれどっちだっけ、電気ショックみたいな。これ電流ってあれだっけ、電磁波か。麻痺は電磁波です、ね、電流ってあれ メリープだっけ。メリープですね。そうです。育てるわすぐ。おお、6レベから。6レベですよ。マジっすか。いや、逆に俺もう怒ってるから。怒ってるんですか。開始早々怒ってたんですか。電車で行こう。よしよし、先生取れた。はい、逃げるんですね。よし、これで。でも虫除けスプレーをね使うっていうのはすごい良かったですね、はい、そうですね。やっぱ前回あの虫除けスプレー使ったら全く出会わなかったんです、野生のポケモンに。出た瞬間多分ちょっと三件の可能性がだいぶ高いので。うん、まあ、コメントでもね、あの前のゴージャスさんが3匹に出会った時に、うん、あのコメント欄で教えてくださいみたいなやつをちょっとあのタイトルとかに書いておいたんですけど、はい、そしたら結構書いてくれてたんで、捕まえ方みたいなの。あー、そうだ。それで虫除けスプレーとかはおすすめしてくれてたんで、うんうんうん、虫除けスプレー買ってくるわ。もうどう捕まえていくかですよね。そうですよね。そっかそっか、一個ずつでも移動するって言ってましたもんね。まあ、一個ずつというか、なんか町とかに入ると、町とか家とかそういうのに入ると結構大きく動く時もあるんで、ん、空を飛ぶとかしても結構がっつり動いたりするんで。なるほど。歩いて行った方が捕まえやすいというか。そうですね、自転車とか歩きとかで追いかけた方が、まあ、ゆっくり進んでいってる感はありましたね。うん、なんか逃げさせない技がある、うん、あれだ、トゲピーの伝説のトゲピー戦の時に出してた黒い眼差し、うん、そうですね、がいいって書いてありましたね、コメントでありましたね。調べたそれ、はい、いやコメント欄に書いてあったんですよ。カンニング入んじゃない。まあ、出たやつは見てるって言ってましたよね。いやもうだ、それを感じてからも見るのやめたんです。あ、そうなんですか。へえ。いやもう見ていいですよ。そこはもう出たやつなんで。うん、ネットも見て。ネットはダメです。ネットはダメです。じゃあダメですよ。それはダメですよ。いや俺マスター捕まえるもん。捕まえちゃいますか。そう、俺はもうね決めた。全然いいと思います。俺は三つそれとも温泉行かせてもらえないし。そうですね。ゴージャスは別に三匹捕まえる必要は。うん。今私どこだ。これ飛んでも。また変わるんだもんね。そうですね、空を飛ぶすると移動しちゃうので。
俺どこにいるんだっけわかりますそれどこにいるんだっけってなっちゃいます。あーなるほど、隣に来た。さあまあでもこれ完全にマスターボールを使うって割り切ったならゴージャさんすぐゲットしちゃう可能性ありますよね。そうです、私はすぐゲットします。全然出会いさえすれば。さあいや意外と出会うの難しいですね。ああ来た、ああお重なった、やばい、来た来た、いるぞ。さあここでスプレー使います。ゴージャスさんやばいですよこれ。スプレー使わなくていいや、温泉行きたいでしょ。使わなくていいスプレー使わなくてスプレー使わないです。あーはいはいはい、ほうほう、どうやって使うの。とりあえずもう初手ハイパーボールでおおとりあえず初手ハイパーボール、とにかくハイパーボール使えるほら、ハイパーボールまたすぐ使われますよさあ出るのか。逃がしてやるって逃がして、ああドキドキするこのドキドキ感もいいですね、スプレーないと、ね、確かにスプレーないとこのドキドキ感は。近いぞ、ゴージャさんも近づいてきている。これおお来た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 、よし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 、これは来たか。一回もボール投げつけますよ。いやいやちょっとそれ違ってた、麻痺なってない。麻痺治ってますね。せっかくやったのに。え？ダメージ与えても回復しちゃうってことですか？ダメージは継続ですね。なるほど。状態異常治してくるの？木の実とか食べちゃって？木の実とか途中で食べたやつで麻痺治してくるんですか？いやその辺はちょっとわからないですけど。食べてるのかもしれないですね。道で。めちゃめちゃ効くじゃん。いるな。ゴージャスさん今帰郷してるね。スイ君いました？いる、俺はわかる。お、もうあれいらない。マップ見ない。マップ見ない。大丈夫ですか？一回こういうフィールド入った時に 見ると楽ですよ。ここにいる。いそうですか？え？ちょっともうハイパー投げてみます。いた。糸丸が糸丸がやっけちょい下ね、ちょい下。さあゴージャスさんも結構近づいてきてます。ちょい下ね、とりあえず投げてみよう。でもいや一回麻痺で一旦いてくれたら捕まりやすくなりますよね。さらにさあいや一回もう一回麻痺させて一旦待ってハイパーボールを投げてみます。はい、よしよしよし、いる、絶対いるな。いそうですか？俺の鼻が、おだー、逃げちゃった、ダメだそうですか、そうですか。そうなんですよね、逃げやすいんですよね。ほぼほぼ初手で逃げてくるので。あれ、下にいるのか。どうしてそんなに早いのすごい移動しましたね。めっちゃ進んでんじゃん。どのルートで行ったの全然この今回はねゴージャスさんと直輔さんで捕まえないと次行けないっていうルールを決めたんで、はいはいはい、こういう感じやってますけど全然捕まえずにみんな全然行ってたんで全然3匹とも捕まえずに全部終わってる人も過去に全然いましたんで、余生の楽しみですよね、きっとね。まあクリア後とかにね追いかけるとかも全然できたんで、さあ、あれどうしようかな。これってあれですか？なんだっけ、岩砕き。そうですね。変えたんだ。あ、言ってなかったっけ？え、知ってました？うん。嘘だ。そこで言ってるよ。え、絶対嘘だ。いや、ゴージャスさん知ってましたね。すごい。売ってるのは知ってましたね。探してる時ずっとそこの画面だった。え？出してましたね。ずっとそこの画面で、え、密かな煽りプレイをしてたんですかまさかの。さあ結構スプレー使っちゃってますねゴージャスさん。余裕確かに。でもこの間にも他の2匹も動いてるって考えると、そうですね、なんか出会える気がしてきますね。全然空を飛ぶとかさえ使ってなければ結構近くにいたりするんで、可能性としては虫除けスプレー使ってて草むら入ってさえいれば可能性は全然あります。
今のお二人の手持ちの雰囲気的にっていう感じですか。そんな感じ。戦闘のポケモンがとかも実は関係するんで。あれいる。え？いる絶対。マジですか？絶対いる。ここでしょ？同じ場所。ここでしょ？今32番道路。はい。32番道路。つ、はい、くん。お！いる。おお！これはちょっと来ましたよ、ゴジラさん。やばい。大チャンス。今スペル使ってますよね。使ってる。あ、じゃあもうここでひたすら。ひたすら？ひたすらもう草むらを。これいる可能性ありますよ。あ、来た。お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 。うわあ！やばい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 。さあ、ゴージャスさんがスイ君。やばい。マスター。おー使っちゃう。使う。マスター。あ、私も一緒のところに行こう。さあ。私はスプレー使わないです。マスケさん使わずに行く。はい。よし、マスター、マスター。初手マスターけ、初手マスター。絶対ダメ、絶対ダメ。初手マスターで。絶対ダメ。うわ。いや、ゴージャスさん来ましたね、これは。はい、もうこれはスイ君、いただきます。いただきましょう。はい、リュック。マスター。うわー。マスター使っちゃいますか。いいんですね。スーパー20個もありますよ。あ、嘘だ、同じところにいないですわ。あ、違うとこでした。ちょっと違うんだ。お先。うわ失礼します。関西弁。ちょっと京都っぽい。いや、来た。使う！使いました！よっしゃ、来た！これは来たか？うわぁ。え、なんかエフェクト違いませんか？マスターボール、やっぱり。やっぱね。そうですね。確実。マーシャー素晴らしい。ポケモンも欲しいって言ってたから。そうなんですよ。ちょうどいい。うわ、これでかいな。やばい。来ました。いや、もう私もマスター使おうかな。まあ全然ありやとは思いますよね。うん、とりあえずね、一匹捕まえて、ストーリー進めて、この戦い、対決の勝者になるっていうのを目標にするっていうのも。ね、まあ副賞でね、副賞っていうか分かんないですけど、3匹捕まえて温泉旅行っていうのも美味しい話では美味しい話なんですけど。はい。負けたらもう元も子もないですからね。そうですね、なんか罰ゲームをさせられてしまう可能性あるんで。いや、負けても別にね、温泉旅行はいいじゃないですか。さあ、ゴージャスさん来ましたよ、スイ君。スイ君かっこいいですからね、しかも。とりあえず、預けて。お前はもう、やばい結局使わず。まあでも、水タイプをゴージャス欲しかったんで、本当にでかいと思います。そうなんです。EV 進化させたいので。一回夏軌道確認しに行きましょうか。はい。コガネシティの前一回行ったところで。はい。ああ、でもまだですね、じゃあ。あと何回？まだもうちょっとかかりそうですね。あなたに懐いているのね、だと。この上にまだ信じているとか、幸せそうとかがあるので。いいだろちょっとそうですね、やっぱり瀕死にさせちゃうからな。瀕死でちょっと下がってる可能性は。しょうがないだろ、戦ってんだから何もね、そんな倒されるほどまで戦わなくてもね言うねじゃあバッジは全部もうもらってんのもんね。もらってます、8個。お二人とも。じゃあもうあれ行っちゃっていいってこと？行っちゃいますね。お二人とももう行ける条件は揃ってます。直輔さんだけ捕まえないといけないっていうゴージャスさんからの条件がありますけどゲームとしてはもう全然もう守らなくてもいいんですよね。あ、どっから行くんだっけいつも、あ、これだ、ここだ。アサギシティから左だ、左上。これマストルショー、いつも絶対。いや、もうヒントは出さないですよ、ここは。直輔さんのフリーになっちゃうの。全然絶対そうだもん。あそこのスペース見たら絶対そうだもん。なんか買ってきてあげようか。うわ、余裕すごい余裕を。あれ来たか、いるか。戦うことを恐れないえ、同じところにいる。来た。あぶや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 ぶ。さあ、草むらさあ、どこ。草むらスプレーなくなっちゃう。スプレーないです。スプレー使ってない。スプレー使わずにちょっと探します。あってるよね。はい、36番道路。園庭がいる。来た。いる。
私はちょっとスプレー使わないです。スプレー使わないんですね。はい、すごいな。え、本当にそこなの？ここです。よし、もう私も初手マスターで。よし、初手マスターでいこう。初手マスター言ったよ。違う、言ったんだからやんなきゃ。違う、実行しなきゃ。さあ、直輔さん出るのか。めちゃくちゃドキドキしますけど。ドキドキしますね。これ出会いたい。スプレー使ってないんで普通に違うやつも出てくるんで。そうなんですよ。さあ、うん、じゃあ違う、違う。本当そこなのこれ。はい、ここです。ここに、こんなちっちゃい草むらに、このちっちゃい、はい、出ました。ありがとうございます。ありがとうございます。マスター行きます。いいんですか？はい、私もだって炎あれ何ですか？え、何ですか？なんか引き寄せられてんじゃん。これはこれではいかんですよ。スーパーボール。いやでも投げます、紫で。紫、はい、行きます。あ、使う。おお、これは口惜しいよ、口惜しいよ。よし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 、ありがとうございます。いいっすね、これよかった。ゴージャスさんも直輔さんも1体ずつゲットという、はい、非常に熱い展開ですね。ちょっとちなみにもう1体ないか、ちょっと虫除けスプレー消えるまで。え虫除けスプレー消えるまで。ああ、直輔次どこ行くか分かってんの？なんとなくなんとなく、なんとなく先に、じゃあ直輔さんがもしかしたら行っちゃうかもしれないですね。なんとなく、なんとなく、なんとなく、うん、そうか。小池さんももう分かってるですもんね。分かってるよ。うん。すごい。スプレーしていくしかないか、ちょっと入りたい。あ、おお、来た。かっこいい。伝説。伝説。でしょ。あ、でもまあ一応伝説ですね。神話上。うん。え、これ伝説でしょ、これ。スイ君。で。エンティだっけ？エンティ、ケンタウロス。ケンタウロス、ケンタウロス、伝説の方のケンタウロス。ケンタウロス、ケンタウロス、ケンタウロスじゃなくケンタウロス。私は向かいます。お、直輔さんはもう向かうと。はい、すいません、ゴジャさん、行っちゃうのか。ゴジャさん、すいません。ゴジャさんはもう分かってると思うんですけど、すいません。分かってるよ。お、ここ行ったことないよね。お、行ったことないとこ潰していく。確かにそれが一番賢い選択肢かもしれません。ないよ。私来たことないよ。めちゃくちゃ見てる。めちゃくちゃ見てきます。すごい見てますね。おお、贅沢に自爆しちゃったのか。あーあああ、ゴローンと戦うの嫌だな。こいつ何も本当もう嫌なんだけども、本当に嫌いになってきたんだけど。そこまでの価値がこいつにあるのかちょっと疑問なんだけど、ちょっと。サトシが使ってました。サトシが使ってた。ケンタロス。あ、そうなんす。そうなんす。かわいい。ロケット弾が使ってました、ね。あ、そうだそうだ。暴れる。ケンタロス使ってました？サトシが。サトシが多分サファリゾーンかなんかで大量にゲットしたみたいな。へえ、話が。はい。へえ。オーキッド博士のところはなんかケンタロスだらけになるみたいな、なんかそういう話があったような気がします。可愛いお話。意外とハイパーコールでも捕まえられない。あ、来た来た。おお。ソーナス捕まえました。ソースケさんがソーナスゲット。可愛いソーナス。我慢ポケモン。使うかそれ。使わないです。可愛いから捕まえました。うわ、すごい、すごい悪い考えだね。悪い考えですか。いいじゃないですか、可愛いから捕まえる。あ、いやいや、それも悪い考えだ。いや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 。ポケモン図鑑50匹です、私。28。結構空いてますね、差が。全然捕まえないですね。確かに。
これポケモン捕まえるゲームじゃないかな。ですです。捕まえたポケモンで最強なものを揃えて倒しに行くゲームだから。コンプリートするのも楽しみの一つですか。それはまた別の話です。え、今回コンプリートバトルじゃないでしょ。まあ今回は違うんですね。ほら、ちょっとじゃあもう今度はそうしましょう。コンプリートを目指す。コンプリート伝説も伝説も伝説も。みんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれここ、メンバーシップはそれここ。次回も面白さレボリューション。バイバーイ。